回の見せます立ちブラは、ベリー大坪さんが最近話題急上昇中の水上アクティビティを紹介。日光の自然の恵みを感じながら、スリリング、癒し、アドベンチャーなど様々な要素のある最高のワクワク体験をしますよ。レジャーシーズン真っ盛り。栃木県内にはたくさんの観光スポットがありますが、中でも日光はハイキング、登山、寺社巡りなどが楽しめる人気のスポットです。またこの地域は日光国立公園に指定されていて、今年指定90周年を迎えました。どうもベリー大坪です。今日は栃木県の水上アクティビティを楽しむということで、こちら奥日光中禅寺湖の湖畔に来ております。そして今日僕が楽しむアクティビティはこちらです。サップです。ということで今日は関根さんにいろいろ教えてもらいたいと思います。関根さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。関根さん、僕サップ初心者なんですけど、はい、そんな僕でも楽しめるんですかね。そうですね、初心者でも乗りやすい板を用意しましたんで、はい、全然安全に楽しく遊べると思います。じゃあ今日は一日よろしくお願いします。はい、じゃあ今日は日光の水上アクティビティを思いっきり楽しんでいきたいと思います。はい。ベリーさんをガイドしていただくのは、日光市内のアクティビティ企画運営会社日光ジャンボの代表、関根信之さん。国内外で水上アクティビティのガイドをしてきた豊富な経験をもとに、2018年日光市の創業支援制度を利用し起業しました。分かりやすさと親しみやすさが定評のガイドさんです。さあ、レクチャーも終わり、ベリーさん、中禅寺湖でサップを楽しみますよ。はい、そしたら少し後ろにね、パドルを入れてあげるとスーッと、あ、いいところ、結構力使わないですね。そうですね、スーッと、はい、じゃあ少し沖まで、はい、ついていきましょう。あ、で、なるべく最初から力がかかるように。そうそうそう、あ、いいですね。コツ掴んできました。そう、こういうことですね。あんまり最後ギューッと、このサップ、ハワイ発祥でサーフボードよりも少し大きめのボードに乗り、立ちながらパドルを漕いで水面を進んでいく水上アクティビティです。初心者でも短い時間の練習でボードの上に立つことができ、中禅寺湖からの景色を水の上から楽しむことができます。南泰山が頭見えてますね。頭見えてますね。すごい、ここからだとボートとかサップで出てこないと見れないです。南泰山見れないですよね、はい。サップに慣れてきたベリーさん、今度は重心を後ろにずらしてその場でターンをする技を教わりました。はい、前上がってる、前上がってる、この状態で、この状態で前から後ろにパドルを回しましょう。はい、行きますよ、決めます。おっ、おっ、どこまで行ったんですか。どこまで行ったんですけど、回り出したところでバランスがこうね、後ろにね行ってしまったので、もう次なら決めれる気がします。決める気がしますか。次ならもう、よし、この状態で、これどうしましたっけ。前から後ろに、前から後ろにですよ、ちゃんとね、前から後ろに、前から、お、いい、これでこれでこう仲良くなってますね、ずっと仲良くなりすぎたよ。でもなんか落ちるたびに気持ちいい。あと1回ちょっとチャンスください。はい、遠くを、遠くを、自分のボートの先端から遠くを見た、遠くを見ます。ボートと一緒に、まずは前の方向いて、でそのままボートの進行方向、そう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 、こうだ、こうだ、ほら、これだー、逃げた、逃げました、逃げましたやった、お見事。ベリーさん、すっかりサップの魅力に取りつかれちゃったようですね。日光ジャンボでは
従前事故1日体験ツアーの中にサップ体験を組み込んでいます。お昼は従前事故館で食事をしたり、さまざまなアドベンチャーとともにサップを楽しむことができます。皆さんも体験してみませんか？続いて関根さんに案内されてやってきたのは、日光三大名瀑の一つに数えられる景勝地、浦見の滝。わーすごい、浦見の滝に着きましたね。うわーすごい、ここはよく綺麗に見えます ね。滝壺ありますけど、はい、入ってみませんか？滝壺にですか？そうですね、入れるんですか、あれに。まあもう格好もしてますし、まあ、してますけど、はい、浦見の滝を見に来たんじゃなくて、滝壺がメインなんですか？そうです。続いて体験するアクティビティはキャニオニング。キャニオニングとはフランス発祥の渓谷で楽しむ水上アクティビティ。ジャンプ、ウォータースライダー、ロープによる懸垂加工など大自然との一体感を満喫します。ベリーさん、浦見の滝のまさに裏側に来ました。また滝壺ではこんな遊びも。じゃあ行きましょう。3、2、1。おでは川を下っていきましょう。この後もスリリングなアトラクションが待ってますよ。ところで今回ガイドをお願いした日光ジャンボの関根さんはキャニオニングの達人。実は国内外の有名なキャニオニングスポットでガイドを務めたほか、仲間と共に大自然の中でよりエキサイティングに楽しめるフィールドを開拓してきた強者なんです。関根さん、それにしてもすごい楽しいですけど、これ誰がこのコース見つけたんですか？このコースは僕です。関根さんがこのコース見つけたんですか？そうですね、実際にやっぱり来てみて、もう自分で体験して、自分で体験してここは滑れるなとか。そうですね。ああ、じゃあ今下ってきたのは全部関根さんが作った？そう、もう完全に今日のここのコースをコーディネートしてるのは僕です。ああ、そうだったんですね、はい。これからが、ね、革新です。これからがスライダーが激しくなる。わあ、さっきまでのはまだ練習ぐらい。今までのはもうウォーミングアップみたいな感じなので、はい、これからもっと楽しくなる。わあ、じゃあついてきますので、はい、お願いします。では見に行ってみましょう。はい、お願いします。これがそのスライダー、すごい迫力です。ではやってまいりました。うわこれですか？これが2番目の激しいスライダーです。うわ、だいぶ激しいけど、これいけるんですね。まあ、落差大体5メーターないぐらいかなっていうぐらいの落差。はい。長さに関しては、まあ、6、7メートルぐらい。6、7メートル。はい。ね、はい、楽しんでいきましょう。めちゃくちゃ楽しいので。はい、行きます。はい。滑る前に関根さんからしっかりレクチャーを受けて、さあ、行きますよ。
でした、スライダー。いやーもう本当に最初は結構怖かったんですけど、はい、もう勢いに任せていけと思ったら、もう大人になって一番のこの迫力満点のスリルを味わえて、はい、めちゃくちゃ楽しかったです。でも気づいたらもう下みたいなね。そうですね、でね、あっという間に進んでいくんですけど、はい、また飛び込んだ後のこの水の冷たさが気持ちいいですね、はい、いい感じで、はい、さあ次のスライダーが今日のメイン。まずは関根さんの滑りをご覧ください。はい、いってらっしゃい。おお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 迫力は満点。これぞキャニオニングの醍醐味です。はい、行ってきます。行きますよ、行きますよ。出るまではめっちゃ怖かったですけど、いや、大迫力、ちょっと今までのとは比べるものにならないぐらい、スピード感と、もう、スリルもありましたけど、めっちゃ楽しかった、もう最高でした。恨みの滝のキャニオニング。いかがでしたか。今回のコースは初心者から中級者向けのコースでしたが、関根さんが細かいところまでガイドをしてくれるので安心して楽しめます。この他にも上級者向けのコースもあるそうですよ。いやー今日はもう本当にサップだったりこういったキャニオニングだったりすごい楽しかったです、はい、もう体全身を使って今日は楽しんでもらえたと思うんですけど、はい、もうまさに今までだったらこう見て楽しむものだったのをこう体験とか体感でこう遊べるというのが最高でした。そうですね、僕もやっぱりキャニオニングのこうツアーをしてて、もうキャニオニングっていうのはもうアクティビティの中で一番楽しい遊びだと思ってますので、はい、ちゃんとね人によってこう初めての人であれば初級コースとか、もうちょっとレベルアップしたい人はインターミディエートコースとか選んでもらえればね、本当に楽しく遊べる全てが詰まったアクティビティであると思いますので、ぜひまたチャレンジしてみてください。僕もまたチャレンジしたいと思います、はい、関根さん、こういった装備品も関根さんのところでレンタルできるんですよね。はい、基本的にキャニオニングに必要な装備は全てこちらの方でご用意してますので、まあ、水着とタオルだけ持ってきてもらえれば、遊びに行くことができますので、ぜひまた来てみてください、はい、僕もまた来たいと思います、はいはい、ということで栃木県ではこういった水のアクティビティが楽しめますので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。お待ちしております。ここで番組からのプレゼント、日光カステラコントのカステラ食べ比べセットを4名様にプレゼントいたします。番組の感想をお書き添いの上ふるってご応募ください。